今日実はサプライズがございまして、3月10日が、長尾さんの誕生日ということで、今日は特別にケーキを持ちさせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあそれで撮影をちょっと、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずファースト写真集発売ということで、はい、内容を教えてください。内容はですね、まずはバリ島に行ったんですけど、初めてのバリ島だし、その卒業を発表してから、卒業決意してからのなんか初めての新しい心情で仕事に臨んだ写真集になっております。バリ島は初めて。はい、初めてです。どうでしたか、バリ島は。いや、もうとにかく料理が美味しくて、ちょっと我慢 しなきゃいけないんですけど、たくさん食べちゃいました。撮影もまあ水着とかもあったと思うんですけども。そうですね。いかがでしたか、そこら辺は。水着もこうちょっとバリに合わせてなんですけど、ちょっと柄っぽいものとか色の組み合わせだったり、ちょっとでもアイドルらしい絡んでる、こう黒とか白とかそういう大人っぽいのを選んで着てみました。恥ずかしさとか、まあ、自然の中で撮るというのはなかったんですか。そうですね、恥ずかしさはない、ないって言ったらあれなんですけど、いつもの水着よりもこう面積がこう、なんて言うんですか、小さいので、こうやっぱりちょっとした恥ずかしさはありました。なんか意識をされた方とかいらっしゃいますか、その水着とか撮影で。ですね、ずっとこう写真集を見てたのはマギーさんの、あの1番目の方のマギマギマギの方をちょっと参考にさせていただきました。まあ、あのグループ内ではこじはるさんより綺麗なんじゃないかって言われてる。言われてないですよ。いかがですか、出来は。そうですね、まあ、でもやっぱり綺麗に出来上がったとは思います。どなたか見ていただいた方とかいらっしゃいますか。メンバーの子とかには結構買ってきてもらってサインお願いしますとか言ってきてくれたり、まあ、自分から渡すってなったんですけど、みんな見てくれて、興味津々に見てくれて嬉しかったです。こじはるさんはまだ見てくれてない。小島さんはまだ見てないんじゃないですかね。でも板野さんには自分から渡しました。なんか言ってましたか。なんかわかんないんですけど、サインを書いてくれたのがめっちゃ嬉しいって。長尾さんがサインを書いてあげたんですはい、その場で書いてあげたんですけど、なんか思いのほかめっちゃ喜んでくれて嬉しかったです。僕あの写真集のタイトルが美しい細胞、はい、ご自身で。いや、これは秋元先生が考えてくれました。なかなか自分では考えられないタイトルなので、秋元先生本当に感謝です。今回コメントもいただいていて、はい、どうですか。そうですね、どうなんですか。でもすごいこの帯に秋元先生からコメントがあるっていうのがすごい嬉しいし、多分メンバー内でも書いてほしいなっていう子めっちゃいるんで、今回この卒業期間に書いてくださってすごい嬉しかったです。そうですか、やっぱ秋元先生だな、自分のこと分かってるなみたいなコメントですかね。どうなんですかね。でも実際秋元先生とそんなにたくさん会話したことがないのででも嬉しいです。あ、そのなんか明日卒業、グループを卒業ということで、いかがですか、今一度気持ちは。そうですね、なんかまだ実感が湧かないし、明日その7年間も経ってたステージから降りるっていうのはなんか感慨深いけど楽しみではありますね。卒業を決めたきっかけみたいな。きっかけは何ですかね。1年ぐらい前なんですけど、結構周りのメンバーとかからアイドルっぽくないねとか、他の仕事してる時とかに言われることが多くて、やめて見てもなんかいいのかなっていう考えがちょっと出てきました。じゃあ辞めた後は自分で何か挑戦してみたいなっていうことは。そう
ってもたくさん多分チャレンジしたり新しい仕事したんですけど、辞めてからも辞めてからできるお仕事とかやってみたいなと思って。というと何ですかね、辞めてから何ができるの。まあ、辞めると、まあ、回帰になるものもありますけど、ね、恋愛だとか。そうですね、ちょっとじゃあそういう感じのシーンの映画だったりドラマだったりとか出れたらいいなと思います。あと長尾さんにとって、まあ、AKB48 を在籍していて一番思い出に残ったことは。一番思い出に残ったこと、そうですね、なんだろうな、やっぱり人数が多いんでお昼ご飯にありつけるまでの時間がすごい長いんですよ。なんかケータリングとかでもみんなで一緒に休み時間になるんでダーってみんなで走って並ぶ光景が多分 AKB